ポーランドの歴史では、ポーランドの歴史を概略的に述べる。現在のポーランドの国土。国名の由来の通り平原が広がる。そのため、自然国境となる河川や山脈などに乏しいために、第二次世界大戦後まで国境線が目まぐるしく変わった。ポーランドの国土の歴史的変遷。 今のポーランド共和国の国土は1945年以降、ヤルタ会談の取り決めによるもので、西ウクライナを失い東プロイセンを獲得したもの。現在のポーランドの領域に農業従事者たちが住み着いたのは約7500年前である。スラブ人と呼ばれる民族集団がこの地域に住むようになったのは1500年前のことであるとされてきたが、 近年ではそれよりも遥か前からスラブ人の祖先が定住していたという説が見直されてきている。ポーランドは国としての歴史は約1000年となるが、ヤギエオ朝やポーランド・リトアニア共和国時代にリトアニアをはじめ、ボヘミア王国やハンガリー王国と連合国であった期間は約4世紀となる。ポーランド・リトアニア共和国の時代には、 ヨーロッパ大陸で広大な国の一国となり、勢力的に領土拡大を繰り広げ100万平方キロメートルの支配領域となった。その後、4度ポーランドは国を分割され消滅するまでに衰退した。10世紀の勃興期に続いて、ポーランド民族はキリスト教に改修し、キリスト教の西洋に認められ、ポーランドはヨーロッパ文化圏に仲間入りした。 初期国家の構造は13世紀には分裂により崩壊したが、1300年代の統合運動で派遣国としてのポーランド王国の礎を築いた。1918年、ポーランドは近隣諸国による100年以上の支配からの独立を回復したが、第二次世界大戦後に国境は再び変化した。ナチスドイツとソビエト連邦による ポーランド侵攻によって破壊し、ソビエト連邦軍が最終的な占領者となり、ポーランド人民共和国を樹立した。1945年5月8日から1989年9月7日までは共産主義体制となった。1989年9月7日に共産党政府は倒され、ポーランドは議員内閣制共和政体を敷く民主国家となった。 ポーランドにおける、石器時代は50万年の末月、この時期には3種類の異なる人種が生活していた。石器時代は、原始的な道具を使用する初期の人間集団から、優れた石器を使い、住居を要塞化し、銅の加工品を発達させていた、農業社会まで続いていた。石器時代は、旧石器、中石器、新石器の3基に区別される。 旧石器時代は、紀元前50万年頃から、紀元前8000年頃まで続いた。旧石器時代はさらに紀元前50万年から、紀元前30万年までの前期、紀元前30万年から、紀元前4万年までの中期、紀元前4万年から、紀元前1万年までの後期、紀元前1万年から、紀元前8000年までの晩期に細かく分けられている。 中石器時代は、紀元前8000年から、紀元前5500年まで、新石器時代は、紀元前5500年から、紀元前2300年までとされている。新石器時代は、紀元前5500年から、紀元前2900年までの競技の新石器時代と、紀元前2900年から、紀元前2300年までの同期時代に細かく、分けられる。 ヨーロッパの同期時代を代表する、九条アンフォラ文化はポーランドを中心として栄えた。この文化は、インドヨーロッパ語族の言語を話す、人々のヨーロッパへの最初の大量移住を示していると見られる。インドヨーロッパ語族のイラン系民族のサルマタイ人や、スキタイ人が定住していた。復元された、ビスクピンの要塞集落、 ラウジッツ文化の代表的な遺跡青銅器時代と鉄器時代は主に考古学の研究によって調査されている。ポーランドにおける初期の青銅器文化は紀元前2400年から2300年頃に始まった。この時代のドイツからポーランドにおける鉄器文化はウーニエチツェ文化という。このうちのポーランドにあたる部分は東部軍である。 トシチニエツ軍を構成したが、ここからトシチニエツ文化が発生した。これはスラブソゴの最初期の時代の文化であると推測されている。鉄器時代はおよそ紀元前750年から700年の間に始まったとされている。しかし当時ヨーロッパ中央部、東部に住んでいた集団の民族的、言語的貴族については文書記録がないため理論的にならざるを得ず、 統一的見解は出ていない。この時代のポーランドにおける最も有名な出土物は、ビスクピンにある要塞化された集落で、初期的器文化である、ラウジッツ文化を代表する遺跡である。ポーランドの青銅器時代は、紀元前2300年から紀元前1600年までが第1期、紀元前1600年から紀元前1350年までが第2期、 紀元前1350年から紀元前1100年までが第3期紀元前1100年から紀元前900年までが第4期紀元前900年から紀元前700年までが第5期と細かく分けられているハルシュタット文化に相当する初期鉄器時代は紀元前700年から紀元前600年までを四期と呼び紀元前600年から 紀元前450年までをリーキと呼ぶ。現在のポーランドに相当する領域で文化を形成していた大半の人々は元から居住していたあるいは様々な地域から移住してきたバルト人、トルコ人、サルマタイ人、スキタイ人、ゲルマン人、そしてスラブ民族の祖先であるプロトスラブ人の諸部族であったと考えられる。ゲルマン人は 現住地であるスカンディナビアと北、ドイツから拡大、移住し、数世紀をかけて、ポーランド地域に住み着き、内し移住への通り道として利用した。多くのゲルマン人部族が、現在のポーランド地域を通過して、南方、東方へ移り、一部が、同地域に残った。この頃ローマ帝国は崩壊の危機にさらされ、東方から現れた。 遊牧民の侵入によって、ついに国家は崩壊した。遊牧民の侵入は、帝国内に住んでいた、ゲルマン人の文化と社会にも、衝撃を加えて、不安定化させ、大陸の東部、中央部に残っていた、ゲルマン部族の方が、大陸の西部、南部のローマ帝国圏内に住む、ゲルマン人たちよりも安全で裕福になる事態が、生まれた。 現在のポーランド地域の北東の端には、バルト人仏族が残っていた。この裏、テーヌ文化の時期は、紀元前450年から、紀元前400年までのラテーヌ A 期、紀元前400年から、紀元前250年までのラテーヌ B 期、紀元前250年から、紀元前150年までのラテーヌ C 期、紀元前200年から、 紀元前0年までのラテーヌ D 期に分けられる。続く古代ローマの影響を受けた時期は、その前期を0年から150年までとし、150年から375年までを後期とする。375年から500年までは民族移動期で、スラブソゴの諸言語の他にもいくつかの語波の言語が混在する時代であった。 過去に支配的だった学術的見解では、スラブ人は、中世初期まで中央ヨーロッパには存在しなかったというものであるが、近年は、スラブ人の祖先であるプロトスラブ人の一部が古代より、現在のポーランド全域に定住して、この地域の古代文化の一部を形成していたという、見解が有力になっている。これは、古い地名、当時の部族名、 村落跡などの状況証拠をもとに19世紀後半より、しばらくの間は盛んに唱えられていた説であるが、当時はまだ学術的にそれを支持する、仮想墓などの決定的証拠がほとんど見つかっていなかったため、スラブ民族史上主義による根拠のない政治的俗説と扱われ、6世紀頃までスラブ人が存在しなかったという説に押されて、 立ち消えになっていたというのが実情であった。ポーランドでは、この西方文化集団と別に中世初期に、東方から中央ヨーロッパにやってきた、新たな文化集団がまずビスワカワカミ流域及び、ポーランド地域南部のいくつかの地域、及び、マゾフシェ南部に定住した。この東方文化集団は、ドニエプル川上流、中流域を、厳住地としており、 5世紀後半に移住を始めたが、その半世紀後、彼らの一部は、ゲルマン人部族によって、居留地を追い出された。この最初の定住地域から、東方文化集団は6世紀を通じて、北部、西部に広がり、7世紀までに、西方文化集団と急速に同化して発展、スラブ人として歴史に登場することになる。小麦の工作地に住み着いた彼らは、 農耕と牧畜を始めたが、一方で広大な森林を利用した狩猟や採集をも生活の手段とした。東方からの新たなスラブ人たちの移住は平野土壌を求めた。フン人、アバール人、マジャール人らのアジア東方の人々が東欧、中央への侵略を始めたため、彼らの影響を避けるために西へ移動したという事情があった。 かつてビシュラニエ族の要塞があった地点、ビシリツァ西スラブ人の一派である、ポーランド諸部族は、8世紀の初めに小規模な部族領を形成し、これらの諸部族は後に連合して、さらに大規模になった。9世紀のバイエルンの地理学者の記録にリストアップされた部族の中には、ポーランド南部にいたビシュラン族がいる。彼らポーランドのスラブ人の中心地域は、 クラクフとビシリツァといったビスは川上流地域だった。主な要塞集落の建設とその発展は9世紀に起こった。聖メトディオスの生涯の記述によれば9世紀後半の間にビシラン族は大モラビアに従属し、モラビア崩壊後の10世紀にはチェコ人国家の一部を成した。部族連合は7世紀以来グラドと呼ばれる。 土と木の板と堤防で作った要塞に囲われた集落を数多く築いた。これらのグラドの一部は発展して人口が多くなり、それ以外のグラドは空の区域となって緊急時の避難場所として使われるようになった。10世紀初頭までに後にポーランド国家を建設することになるポラン族とゴプラン族は現在のビエルコポルスカを居住地としていた。 ポランの名は、平野の人を意味している。両部族は、ギエチュ、ポズナン、グニエズの、オストルフレドにつきの周辺の平野部を拠点としており、いつ頃この地方にやってきたのかは不明であるが、その数世紀前より、シレジア地方から勢力を拡大してきたとみられる。彼らが拠点としていた、このビエル・コポルスカが、初期ポーランドの中心地域となった。 彼らは早期に要塞化された、居留地を建設して10世紀前半には、支配領域の拡張をはじめ、同世紀後半には彼らの部族体が、ポーランド国家の原型へと発展した。同時期、年代記作者、ガルス・アノニムスによれば、ポラン族は、車大クのピアストという人物の家族を、支配者としていた。この支配者のうち、初めて名前が、歴史に現れるのは、 ミエシュコ一世で、その名は、ザクセン年代記の作者コルバイのビドキントによって言及されている。彼によれば、ミエシュコの軍隊は963年、ザクセンから亡命してきた貴族ビヒマン二世と同盟したベレト族に、二度敗北を喫している。このミエシュコの知性の間に、彼の率いる部族国家は、キリスト教を受容して、ポーランド国家を形成した。 この時期の初め、ポーランド民族は一連の強力な統治者に統率された。この統治者たちはポーランドをキリスト教に改修させ、中央ヨーロッパの強国にのし上げ、そしてヨーロッパ文化圏の仲間入りをさせた。13世紀、恐ろしい外敵の侵略と内部分裂によって、この初期国家の構造的安定は崩壊したが、1300年代の 地域統合は強力なポーランド王国の基盤を築くことになった。966年、ポーランドのキリスト教家、ヤンマテイコが、1889年、1025年のボレスワフ一世の大官、ヤンマテイコが18、1889年ポラン族たちは、10世紀にアラビアのユダヤ商人、イブラヒムイブミ役部の年代記の中で、歴史上初めて言及されている。 966年、神聖ローマ皇帝夫一世は、ポラン族の主張ミエシコ一世に、公の称号を与えた。ミエシコは、その数年前、スラブ人に対する遠征を行っていた、辺境白ゲロ一世を打ち破った際、皇帝との同盟締結を約束されていた。ミエシコ一世と、 その息子ボレスワフ一世は同盟締結によって皇帝から自分たちポラン族の土地の一部を保障された。ポラン族の西隣にソレブ族やポラブ族やオボトリート族といったスラブ部族がいたが、神聖ローマ帝国とその諸公国は彼らの土地を偏境統治地域として支配していた。北隣のポメラニアにはポモーゼ族やリューグ族というスラブ部族が暮らしていた。 ポーランド人の大たちは、帝国の敵対者、進化、同盟者と抜け目なく、立場を変えながら、ドイツ人やデーン人と同様、これらの部族が住む地域に支配地を拡張していた。ミエシュコの時代に支配下にあった地域は正確には、わからないが、ビエルコポルスカ、マモポルスカ、マゾフシェ、シロンスクそしてポモジェの一部を包含していたと思われる。ミエシュコは、 およそ25万平方キロメートルの土地を支配下に収め、そこには少なくとも100万人が住んでいた。ミエシュコは、チェコ公ボレスラフ一世の娘ドブラバと結婚し、966年にローマ教会の主導でキリスト教に改修した。君主の改修は、ミエシュコの広告における大規模なキリスト教改修を引き起こし、このことは、政治的に重要な事件となった。 これによってポーランドはキリスト教生法世界の一員となったからである。また、チェコとの同盟によって、ミエシコはドイツ人の拡張に共同して戦うことになった。彼は慎重にドイツ人の政治的影響を避け、ローマと直接つながっていたチェコ人の聖職者から洗礼を受けている。967年、ミエシコ一世は、 ビヒマンに聖博と、その同盟者を倒した。972年には、セビニャの戦いで、皇帝の辺境博として、ポモジェを支配していた、辺境博王の一世に勝利した。ミエシコが992年に死ぬと、息子のボレスワフ一世が兄弟に成長した広告を、受け継いだ。ボレスワフは、父の異業を引き継いだ。彼はママ母オデと彼女が産んだ。 イボテたちを追放して、国家の統一を維持した。西暦1000年のグニエズの会議の決定により、ボレスワフと新生ローマ皇帝オットー3世は、ポーランド最初の広司教区を創設した。オットー3世が1002年に死ぬと、次の皇帝になった、ハインリヒ2世と敵対したボレスワフは、埋ン辺境百両とラウジッツを占領した。 このことは1033年まで続く帝国との紛争を引き起こした。ボレースワフは1003年にボヘミアを占領したが、翌年にはこれを喪失した。また彼は東隣のルーシを攻撃し、1018年にはキエフにまで攻め上った。その後、ボレースワフは皇帝ハインリヒ2世と同盟することを余儀なくされ、領地を帝国の報土として保証された。 1024年、ハインリヒ2世は崩御した。翌1025年、死を目前にしたボレスワフは王として退官した。彼の退官は、ポーランド国家の政治的、領土的な独立の活気となった。992年から1025年までのポーランド1039年から1058年までの、ポーランドミエシュコ1世は、ピアスト朝最初の君主とされており、 この王朝は4世紀にわたって存続した。965年から992年の間、三重志コは、北はバルト海に接する地域から、南はマワポルスカまでという広大な地域を領していた。990年に、ローマの星座の権威に公的に服したことで、三重志コの広告は、東ヨーロッパにおける最も強大な国家の一つとなった。三重志向の息子で、 後継者の勇敢王ことボレスワフ一世は、父の遺産をさらに大きくし、中世前期における最も偉大なポーランド君主となった。ボレスワフは神聖ローマ帝国に従属する姿勢を続けたが、その一方で、領土獲得レースでは、どの地域でも優位に立っていた。帝国と対等な関係を築こうとする努力は無駄に終わったが、 ボレスワフは1003年と1004年の帝国との戦争でいくつかの領土を獲得した。その後ポーランドは東に転じ、広告の国境を現在のウクライナにまで広げた。死の直前の1025年、ボレスワフは最初の国王となり、ポーランドの完全な主権を国際的に認めさせることができた。その息子ミエシュコ世は1025年、父の死後に退官した。 しかし多くの地方領主たちは国王による単独統治を恐れていた。この事態は国内において紛争を引き起こし、三重子の兄弟は彼に反抗し、皇帝コンラート2世の軍隊が国内に侵攻してラウジッツを包囲した。混乱と紛争の時代が幕を開け、三重子2世は灰イと短い福井の後で不可解な状況下に死去。 カジミエッシュ一世の知性は、短い安定期だった。カジミエッシュ一世は国内を統合し、その後継者、ボレスワフ二世は、皇帝ハインリヒ四世と、教皇グレゴリウス七世との紛争をうまく利用して、1076年に国王として退官し、地方領主たちは再び反乱を起こし、ボレスワフ二世を廃位した。 弟のブワディスワフ一世ヘルマンが後を継いだものの1102年には、やはり敗され、権力は二人の息子ズビグニエフと、ボレスワフ三世に渡ったが、ボレスワフ三世は、ズビグニエフを1107年に国外に追放し、1112年には、このイボアニの両目を潰し、政治的に葬った。ボレスワフ三世は1106年に、国家の統合に成功し、その後も、 統一国家を神聖ローマ帝国から防衛した。彼はポーランドが以前に征服した領域を再征服し、ポモジェを含む広い領域を一時的に回復した。ボレスワフは1138年、死の直前に国家を自分の息子たちの間で分有させることを決めた。長子圏の原則によって、ボレスワフ三世は息子たちへの遺言状という形で、 ポーランド国家をシロンスク、ビエル・コポルスカ、マゾフシェ、サンドミエシュ及びクラクフの5つの広告に分割した。最初の4つの広告は独立君主となった4人の息子たちに相続された。第5の地域、クラクフ領は諸侯たちのうちの長子に与えられた人物がクラクフ大公を少子君主となることが決まった。 1100年頃のポーランド王国ボレスワフ3世の息子たちの間で分割相続されたポーランド、クラクフ長子領、ブワディスワフ2世の領土ボレスワフ4世の領土ミエシコ三3世の領土、ヘンリクの領土サロメアのカフ領、ポモジェボレスワフ3世が死ぬと間もなく、長男ブワディスワフ2世は弟たちから広告を奪うことで、ポーランドの統一を回復しようと考えた。 彼の政治理念は、中央集権化が、自らの利益と影響力にとって、損失になると気づいていた教会を呼び、大貴族たちから、猛反対を受けた。グニエズの大司教は大公を侮辱し、国内の二人の大貴族が、大公に対して、軍事的攻撃を開始した。内戦が勃発し、これに介入してきた皇帝フリードリヒ一世、バルバロッサの援助も虚しく、 クラクフ大公は敗北し、初期ポーランド国家の分裂と18世紀まで続く国王権力の衰退の始まりとなった。シロンスク公国、ビエルコポルスカ公国及びマゾフシェ公国は、さらに小規模な分量公国へと分裂していき、分割と統合を不安定に繰り返した。分け領諸公たちの利害関心と嫉妬が絶え間ない戦争状態を生んでいた。 クラクフ統治者は、ポーランド公の称号を保ったがその政権の安定は、貴族や聖職者との良好な関係の維持にかかっていた。カジミエシュ二世は、貴族と聖職者の評議会の要求に従い、君主としての権利を呼び、特権の一部を手放した。彼はさらに、国家の重要時の決定の際は、評議会を召喚して決定権を委ねることまで、承認した。 1180年にウェンチツアで開かれた教会会議において職務禁止命令を課されそうになった教会は逆にポーランド公に対して死亡した主教の個人的財産を摂取すること及び役人や代理人を使って徴税をすることを禁じた。これらの譲歩と免除の見返りとして評議会は調子料を廃止しカジミエシュ二世の直系子孫に クラクフ公国の世襲相続権を認めた。こうして法律により、ピアスと王朝の長子権は、カジミエシュ二世の系統に与えられた。1205年、レシェク一世と弟のコンラト一世マゾビエツキは、ザビホスとの戦いにおいて、ルテニアの統治者ロマンに対する大勝利を収め、この英雄を戦死させた。また同年、 ポーランド人たちはルテニアに侵入してきたというリトアニア人と呼ばれる異教徒の存在を知った。摂取化された長子権は頻繁に軍事的な挑戦を受けた。暗く不幸の権威は法によって十分に明示されておらず、実際の政治の場面においては無視されていた。小公国の統治者たちは事実上の独立君主で防衛や攻撃を目的とした。 戦争のための軍事同盟を結ぶことも和平を結ぶことも独立的な監修法を守ることもできた。13世紀のポーランドはもはや統一的な政治体とは言えなくなっていた。以前の国家主権は数多くの独立政治組織に拡散し、ポーランドは言語、人種、宗教そして習慣によって結ばれているだけであった。諸侯の権限は理論上は 無制限であった。神の恩寵によりその地位を授けられた諸侯は、自らの領土においては、先制君主として振る舞えるはずだった。ところが、現実には、彼ら諸侯の権力は、自分に従うバロンと聖職者の勢力の強弱や、競合状態にある他の諸行に対して能力が優れているか否かに、左右されていた。13世紀には、バロンや、 聖職者が強い権力を持つようになった。この二階級は広大な領地を獲得し、領地内に住む住民に対する裁判権まで有していた。教会は優れた組織力、財力及び民衆に対する倫理的な支配力を駆使して、向上的な権力拡大を続けていた。グレゴリウス改革を採用すると教会はますます独立性を高め、 司教の人面権限すら君主から奪ってしまった。河野評議会に出席することで、教会はバロンたちと結託して、広告の告示に対する直接的な支配力を及ぼそうとした。河野評議会は、広告の重要事に関しての相談が必要な場合に招集されていた。河野親族に加え、バロンや行位聖職者も会議に招かれるようになったが、 彼らは内政のみならず、外交政策に関しても取り決めを行うようになった。参政権の付与、課税など、住民の福利に関わる事項は、この評議会で取り決められるようになり、また時に評議会は、公の宮廷に施行することもあった。この評議会は後に発達していった、セナとの原型と考えられている。ポーランドにおける、ユダヤ人の到来、1 9 6年。 ヤン・マテイコがヘブライ語で名が隠国、国内初の効果ミエシコ三世のブラクティート。と続く、ポーランド国家構造と主権の変質と共に起きたのは、内部紛争と、経済的、社会的な衰退だった。モンゴルのヨーロッパ侵攻は全ヨーロッパを侵犯させた。グレゴリウス旧世教皇は、全キリスト教徒に対し、ポーランドを救援してこの異教と襲来と、 戦うべしという象徴を発している。教皇に、プロイセンのドイツ騎士団は、ポーランド将王校と共同防衛をするよう命じられる。主力のドイツ騎士団は、前衛と五めに廃止交戦した。モンゴル侵攻をはじめとする、外国勢力の侵入のため、小規模な広告軍は、急激に弱体化した。11世紀初頭ドイツでは、 東方植民で帝国の後継期による人口増加に伴い他国の進出と近代化の開拓が進んだ。12世紀頃、彼らドイツ人は東方植民の目的として都市や工房を建設、各地に都市を形成四国を近代化していった。13世紀この動きはさらに強まった。ドイツ系住民の急増は現在のガリツや南、 シロンスクを含む地域で見られた。モンゴル侵攻以前には、この地域は人口が多く、ポーランド国内で先進地域で投票を呼び、レバントとバルト海及び西ヨーロッパとを結ぶ経済的な主要ルートだった。クラクフとブロツワフは経済的に繁栄した都市だった。この時期のモンゴル侵攻の影響は、ポーランドの文化や言語にも影響を与え、 モンゴル侵攻によるポーランドの荒廃時期は3度目のモンゴル侵入であり、しかも破壊はマオポルスカに限られるとした。多くの住民が捕虜として拉致され、避難できた者たちは北部に逃れ、マゾフシェのビスワ川ワ島岸にある森林地帯を切り開いて定住したりした。モンゴルが去って間もなく、ドイツ人たちの定住は前からいた住人の小規模な抵抗を受けながら、 進んでいった。彼ら死に民は、数百年前から農地として開墾されていた土地を占有しただけだった。原生林を切り開くのでも、完全な野生の世界に植民するのでもなかったが、ドイツ人たちは未開拓地へと招兵されることもあった。ドイツ騎士団の支配とともに、ドイツ都市法の適用も、盛んに行われるようになり、都市法その他の特許上は、 ポーランドの伝統的な監修法よりもとても進んでいた。新居住地にはドイツ都市法を基盤とした新しい特許状が与えられた。また、多くのポーランド人の集落もドイツ法の適用を受けるようになった。西からの移民到来のおかげでポーランドは農業生産を回復し、都市や学校も建設され、 肥沃な土壌ともともと恵まれていた地理的条件のもとで経済的繁栄を回復しつつあった。ザクセンシュピーゲルの細密画に描かれた東方植民1201年から1241年までの、ポーランド1304年から1333年までの、ポーランド1333年から1370年,13年,13年までの、ポーランド移民仲介事業主たちは、 多くの移民を連れてきたり受け入れたりし、この事業に従事することで報酬を得、移民に気づかせた、居留地の主張となった上、この居留地に対して世襲的な課税権を持っていた。この権利は、譲渡や売買も可能だった。また彼ら事業主は、居留地の判事として、司法権も握っていた。 事業主は騎士あるいは徴税人に対する義務以外に義務を持つことはなく、公に対しての未責任を負っていた。昇返した公の領地にバラバラに住み着いた移民たちは視聴者や市場、教会を中心街に設置した都市を建設していった。通りは放射状に中心街と結びつけられていた。町は土類や掘割に囲まれており、 それらの外側に工作地、牧草地、林があった。移民たちは都市建設にあたって、古国の習慣通り自治を行う特権を与えられた。長年にわたり、法的な形式は様々に異なるものの、移民たちは税金を完全に免除されていた。そして一定の期間が過ぎると、公の国庫に対して、年ごとの税を課せられた。税は現金で支払われており、 ポーランド人のように、現物納税や、労働奉仕という形を取らなかった。彼らは時に、軍事物資の補給や、軍事的奉仕のため、防壁や等、縄文を維持、集築することをも要求された。移民たちの町は、故郷の慣習通りの法を与えられ、公の代理人から干渉を受けることもなかった。彼らは、ドイツ法に基づいて、自治を行い、 市長と選ばれた判事が司法を司さどった。法廷の判決に対する上訴は、公の法廷内市ドイツの都市の上級裁判所に対して行われた。行政は、住民によって選ばれるか、公によって任命を受けた市長とその助言者によって構成される市の評議会が運営していた。職人たちはギルドを結成し、製造品の質と値段を規制していた。 公は、都市の特許状付与についてのすべての権威を持っており、時にこの権威を、公国内の勢族の封建領主に与えていた。国王による都市加速信政策の一環として、ユダヤ人もドイツ商人と一緒に招聘された。騎士団主導により都市建設と並び、ポーランド先住民たちも、市を建設し、ドイツの法、習慣、制度を導入した。クラクフ、ルブフ、 ポズナン、ブーツクなどの古い都市には多くのドイツ語を話す移民が流入してきた。ポーランドの慣習法はドイツのマクデブルク法にとって変わられた。自治都市の公文書は時にラテン文字のドイツ語で記録され、ポーランドにおける法的語彙はドイツ語の影響で発達した。ラテン文字は12世紀に導入し、話し言葉だけのポーランド語を記載できるようになった。 マクデブルク法による都市化との成長と同様にドイツ法の適用された村落の絵の入植も進んだ。未開根地に移民を居住させるために公は未開根地に対しては長年にわたって免税措置を行った。こうした未開根地の移民は完全に自由の身だった。移民の組織者である公に都市に一度の時代を支払う以外には未開拓地の移民に 義務はなく、さらに彼らは、世襲的に、土地、製粉場、酒場を受け継ぐ保証を与えられた。徴税人と移民組織者は、こうした地域への軍事奉仕を行い、村の保安官として振る舞い、また村人に選ばれた判事の議長役を務めた。村落における行政も、都市と同様に、個国、故郷のルールが適用されていたし、また庁舎や、評議会も、 都市のそれと大差なかった。公の同意を得れば、バロニア高位聖職者たちは、新しい居留地を建設することも、自分たちが領する昔から存在していた、ポーランド人の村落に、ドイツ法を適用することも、可能だった。ドイツ人は、宗教学校を建設し師団は、そこの教授となり、ポーランド人たちは、聖職者になるために進学でき、 古典ラテン書物を学べる機会を得、後に、それが、ポーランド文学の発展に役立った。1226年、ポーランドのコンラト一世は、隣国の異教徒プルーセン人に対する政党と強家に手を焼いて、クルムランと領有権と引き換えに当時ハンガリーにいた、ドイツ騎士団を招変した。1228年、皇帝フリードリヒ二世のリミニの金直書により、 騎士団のプロイセン領有が認められ、1230年、クルシュビッツ条約に基づいて、コンラート一世は、騎士団にクルムラントを呼び、プロイセンのすべての権利を認め騎士団は、プロイセンの領有権を得た。移民の受け入れは、地方領主たちの主導で行われたため、移住が極めて頻繁になり、このことは、ポーランド国家の行政、経済、そして特に政治生命に対して、 大きな影響を与えた。同時期に、ユダヤ人も多くに移住してきた。ユダヤ人は、ヨーロッパ全域で展開される反ユダヤ主義の迫害を受け、1264年に、ビエル・コポルスカ公、ボレスワフが交付した、仮ュ法令により、ユダヤ人はポーランドに避難してきた。彼らは都市を築き、商業や銀行業をはじめ、彼らのビジネスノウハウや、 文学や進んだ技術や高い能力を認められた以降、などの側近を務め、ポーランド経済の柱となり、ポーランド最初の効果発行などに携わった。この法令は、ユダヤ人は、法の保護を受け、また彼らの共同墓地、シナゴーグその他の聖書を恥ずかしめる者は重罪を、課せられることを定めたものだった。同時期、ブロツワフのヘンリク世も、ユダヤ人を、 儀式殺人で告発したものを厳罰に処することを定めたが、この儀式殺人はポーランドとは限らずヨーロッパ全体を覆っていた反ユダヤ感情が作り出したユダヤ人に対する典型的な冤罪でユダヤ人たちが何らかの秘密の儀式のためキリスト教徒などを捕まえてはいけにえにしているというものだった。それでもあえてこの儀式殺人を告発しようとする者は、 三人の非ユダヤ人を呼び三人のユダヤ人からなる計六人の承認を必要とし、さらに告発を満たすだけの証拠を立証できなかった場合は、告発者が有罪となって重罪を課せられるのだった。そもそもポーランドの支配者たちはこの儀式殺人とやらの噂の根拠の怪しさに気づいており、儀式殺人があったとする告発に対しては立憲の条件として、 このような厳しい制限をつけた。ユダヤ人が社会に適応してポーランド人とある程度の共生を実現していく。一方で教皇の使命を受けているドイツ移民たちはより積極的な態度をとり、当初はポーランド国家の支配を目論んだ。ポーランドの新しいの支配者タランとする富裕なドイツ系都市民たちの野心はマクデブルク法により、 教会の主要なポストの大部分を占めていた、ドイツ出身者の聖職者たちの指示を受けた。レシェク2世、その後を継いだ、ヘンリク4世は、ドイツ系住民の指示を受けクラクフ公になった。東方植民で、ドイツ人の影響力が強まっていった。クラクフでは、住民税と所得税の完全免除を求める、ポーランド人住民たちによる暴動が起こったりした。こういった、 ドイツ人との分離主義的な運動に強く対抗する運動もまた起きて次の14世紀にはドイツ系と非ドイツ系の2勢力の反目がポーランド氏の基軸となったこの当時のポーランド人による文書には連中はグダンスクを団地人呼んでいるなどと書いてあるドイツ人商工業者たちが彼らかを統治を行うドイツ人王公貴族による支配よりももともとの ポーランドの王公貴族による支配を選択したからである。国家の再統合への機運は13世紀末まで現れなかった。1278年までに太公プシェミス2世はかつての王国のかなり広い地域に対する支配権を取り戻した。プシェミス2世は1295年には国王として退官したが、翌1296年に暗殺された。 彼の死後、統一運動のリーダーとなったのは、ブワディスワフ一世だった。ボヘミアなどの敵対者に何度も敗北したものの、ブワディスワフは、ハンガリーの援助で1314年までに、国内における権力を確立した。1320年までに、彼は、国内、国外における連携を調整し、十分な国土を領する独立ポーランドの国王である。 ことを諸外国に認めさせた。1320年1月20日、ブワディスワフ一世は退官した。この退官は、ポーランドの歴史における、新時代の幕開けとなった。1333年、ブワディスワフ一世の王位は、息子のカジミエッシュ三世に引き継がれた。彼は、父の事業を継続し、その治世中に、ポーランド国家は、 近隣諸地域に影響力を及ぼすまでに強大化した。多くの城が新築され、多くの居住区が要塞化された。こうした愛業から、カジミエシュ三世は、ポーランドの歴代国王の中で唯一、大王と称される人物となった。対外的には、カジミエシュは、ボヘミアと東方拡大を目指すドイツ騎士団の両者に譲歩する、ことで、国際的な地位を高めた。 外交面での成功でポーランドを対外的な脅威からそらす一方、カジミエッシュ三世は国内統合を強力に進めていた。カジミエッシュの治世中で最も有名な出来事は、まず1364年、クラクフにポーランドで最初の大学であるアカデミア・クラコビエンシスを創設したことである。1364年、クラクフ会議においてボヘミアを置かれると、 ハンガリーオカール一世の紛争を調停し、ポーランドをヨーロッパ強国の地位に復帰させ、男子がいなかったため、カジミエッシュ三世は、クヤびのピアスと調最後の君主となった。1370年にカジミエッシュ三世が死ぬと、王国は数年の政治的な不安定期に入った。王の後継者に定められた孫のポモジェコカジミエッシュ四世は、 ハンガリー王ラヨシュ一世によって排除された。14世紀に達成された国家再建により、ポーランドはその絶頂期への帯同を始めた。ルテニアを併合するカジミエッシュ三世、1366年、ヤン・マテイコが1370年から1382年までの12年間、ハンガリー王ラヨシュ一世がポーランド王を兼ねた。ラヨシュは、 フランス王家カペー家の流れを組むアンジュ家出身で、母エルジュビエタは、ブワディスワフ一世の娘、カジミエシュ三世の姉だった。ラヨシュは、王国の統治を母親に任せたほか、ポーランド領を、ハンガリー領に組み入れたりした。ラヨシュ一世には、娘しかおらず、ポーランド王位は再び適当な相続人を書いた。娘の内マリアは、 皇帝カール4世の息子ジギスムントと婚約しており、その妹ヤドビガはオーストリア公ビルヘルムと婚約してウィーンにいたが、長子のカタリンが1378年に死ぬとハンガリーに呼び戻された。1381年、マリアの婚約者であるブランデンブルク編教博ジギスムントはイボアニのローマをベンツェルによってクラクフへ送り込まれた。ハンガリー王位と、 ポーランド王位を相続する予定のマリアと結婚した、暁には共同統治者となるため、ポーランド語を学び、ポーランド人の間に支持を得ておくためであった。ジギスムントは、カジミエシュ三世の彦で、統治するブランデンブルクと、ポーランド双方に国境を接するノイブルクを、相続していた。しかし1382年に、ラヨシュが死ぬと、クラクフ大司教は、 ドイツ人ジギスムンとの婚約者、マリアの即位を拒否して、妹のヤドビガ王と宣言し、ヤドビガは1384年、正式に退官した。ポーランド貴族は、幼い女王を説得して、イーナズケ・ビルヘルムとの婚約を解消させ、夫に、リトアニア大公国の統治者ヨガイラを迎えるよう、取り決めた。リトアニアは1250年代に短い期間、 キリスト教国となったが、その後異教国家に戻っていた。1386年2月、ヨガイラはカトリックに改宗し、間もなく、ヤドビガと結婚した。ヨガイラは、ヤドビガの元祖父にあたるポーランドの統一者にちなみ、ブワディスワフの名で、ポーランド王として退官した。ブワディスワフ二世ヤギエオの王名は、後世の人々による創作である。 1385年から1569年にかけて、ポーランド、リトアニア、ボヘミア及び、ハンガリーの王朝であるヤギエオ朝の統治下で、連合王国を形成した。この王朝連合の創始者は、リトアニアのヨガイラ大公であった。この4カ国の提携は、ポーランド人、リトアニア人双方に、大きな利益をもたらした。 年のポーランド・リトアニア1386-1434ポーランド、リトアニアは続く3世紀にわたってヨーロッパにおける最も強大な帝国の一つになり、精力的に近隣に領土を拡大していった。ポーランドが隣接するヨーロッパ最後の異教国家、リトアニア大公国と提携すると、ピアスト長末期に起きた両国の政治的、軍事的な紛争で、 ルーシ族のハールイチボルイーニ大公国を侵略し、ハールイチ公国はポーランド領にボルイーニ公国をリトアニア領に分割した。14世紀末、リトアニア国家の実態は、公戦的な戦士集団の寄せ集まりで、現在のベラルーシやウクライナをも含む広大な領域を支配していた。両国はそれまでの敵外心を捨て、 ドイツ騎師団をはじめとする共通の敵に立ち向かう必要に迫られていた。こうした問題が、クレボ合同が結ばれた直接の動機であった。この協定に従って、ポーランド上ヤドビガはヨガイラと結婚し、ヨガイラは、ブアディスワフ2世の名で、ポーランド王に即位し、新王は、彼の臣民を代表しキリスト教の洗礼を受け、リトアニア人たちを、 ポーランドの同盟に従わせ、実現の難しい政策を遂行することを求められた。リトアニアのキリスト教家が始まり、ヨガイラの親民たちをローマカトリックに改修させるため、1387年にビリニュス市教区が設けられた。この連合によりポーランドは、ドイツ騎士団によりモンゴル人やタタール人の襲撃から国家を防衛することに成功し、リトアニアとポーランドは、 ドイツ騎士団との長い戦争において提携した。ヤギエオ家の人物を君主にいただいていた国家軍ポーランド、ボヘミア、ハンガリー、リトアニア同盟は東ヨーロッパの国際関係に大きな影響力を及ぼすようになった。ポーランド、リトアニアは共同の独立国家を3世紀以上に渡って維持し形成することで大陸の強い国の一つとなった。 1410年、ポーランドとリトアニアの連合軍は、ポーランド・リトアニア中東騎士団戦争と、グルンバルトの戦いで、ドイツ騎士団に勝利した。ヤギエオアサは続く数十年にわたって、王国の領域と勢力の拡大を続けた。王朝連合は1526年、オスマン帝国の軍隊がモハーチの戦いで勝利を収めると同時に崩壊した。ハンガリー王。 ボヘミア王だったラヨシュ2世がこの戦いで戦死するとハンガリー王冠とボヘミアはオーストリアのハプスブルク家にかすめ取られて王領ハンガリーとなったからである。もっともハンガリーの大部分はオスマン帝国になりオスマン帝国領ハンガリーとなったヨーロッパの地理的心臓部位置にトルコ人が定住し近隣地域を侵略した。 1466年のポーランド・リトアニア・北は、バルト海、南は、黒海にまたがるヤゲオ・アは、中央ヨーロッパにおける覇権を取り戻すことはできず、オスマン帝国の圧倒的優位はやがて中央、ヨーロッパ全域が、イスラーム国家の影響下に置いた。しかしモハーチの戦い以後の半世紀は、国家の政治的な最盛期とは合致しないものの、ポーランド人にとっては、安定。 経済的繁栄、文化的発展を経験した黄金期として記憶されることになった。列強国としてのポーランド・リートアニアドイツ騎士団と苦戦が続き、トルコ人のオスマン帝国とクリミア・タタール人のクリミア半国と領土をめぐり、何世紀にも渡り、交戦となり、そしてモスクワ大公国と何度も対戦するリートアニアを援護した。 当時ヨーロッパにおいて大きな国家の一つであったリトアニア大公国は自国を防衛する必要に迫られた。この時期の戦争と外交政策は大規模な領土拡張を生むことはなかったが国家を深刻な戦乱に巻き込まなかった国は封建制となり農業国として発展した。1533年にオスマン帝国との高級平和で 侵略の脅威を免れることができた。この時期にシュラフタが発展した。政治体制1526年のポーランド・リトアニア、ヤギエオ・アサは様々な分野で初期近代ヨーロッパの他の地域とは違った特徴を持つようになった。特徴は政治の構造と運営でこの時期、ヨーロッパでは君主に権力が集中して蓄積されていく状況が生まれていたが、 ポーランド・リトアニアでは土地所有貴族の指導による地方文献の政治システムが発展しつつあり、王権が厳しい制限を受け続けていた。ポーランドの貴族たちは、小坂みのたちの労働力を使って経営している大規模農場の主として莫大な利益を得ていた。中世初期と異なり、この時代の貴族たちは農民に対して、 政策予奪の権限を持っているわけではなかったが、農民たちは、村の所有者である貴族の無許可では村を離れては、ならなかった。貴族は、全人口7から10%。貴族階級は、財産や地位において様々な格差があるにもかかわらず、団結力を持った集団として国政に参与した。貴族たちは、貴族の議会である政務に対する王権からの多くの、 情報や保障を引き出し、これによって政務は国政における決定的な支配力を獲得、ついには立法権を独占した。1505年、政務はニヒルノビ法を成立させて、政務の同意なしに進歩案も成立しないことを定めた。国王アレクサンデルはこの決定同意を余儀なくされた。政務は全会一致の原則を導入し、 個々の貴族一人一人が主権を持つのだとみなした。政党の結成は認められないが、少数者の権利保護のため、ポーランドでは貴族グループが政治連盟を結成する習慣が認めたが、不満解消を目的とし政府に対して放棄を認めたも同然だった。貴族らは原則的には国王を選挙で選ぶという重要な権利を持っていたが、 ヤギエオ家の人々は事実上の世襲王家と思考的に認められ、立候補者はヤギエオ家の血を引く人物が望ましいとされた。実際、ヤギエオ家の国王たちは、自分の息子を後継者として認めさせるために、貴族たちに特権を与え続けねばならず、必然的に王権は弱体化していった。ヤギエオ朝は、 イ君の誉れ高いジグムンとニセイアウグストが息子を残さず死んだことで終わった。ヤギエオ家の王朝的維新と一族が常に大いの相続人を提供していたことは国家体制の破壊を抑制し国家の結束を維持する上で必須の要素の一つであった。1569年以後のポーランド・リトアニア共和国の国相解雇的な立場を取る。 歴史家たちはしばしば、ピアスト長時代の先端政治と比較して、ポーランドリトアニア共和国の得意で慎重な政治システムが無政府状態を生んだとして低く評価している。その政治システムは18世紀の独立喪失の大きな原因となったが、しかし200年以上にわたってうまく機能していたし、当時のヨーロッパには馴染みのない市民的自由の精神を育んだ。 貴族に与えられていた多くの法的保護は、現代の民主政治において市民に許されている、諸権利を予見させるものであった。一方で、下級貴族を特権の大部分から排除したことは、貧窮貴族たちの間に強い不満を抱かせた。また16世紀初頭から、上級貴族たちは反映する、農業経営の労働力を確保するため、 法律によって、オザク・みのりたちを事実上の濃度の身分に追い込んだ。イギリスの歴史家、ノーマン・ディビスは、リベルムベトを意識しながら、この時代のポーランドの民主主義の成功は、同じ社会観と、責任意識のある知的に優秀な人々の間の、微妙な均衡の上に成り立っていたとし、17世紀から悪化した混乱と、その結果として見られるようになった、無政府状態は、 共和国が巨大化して社会の価値観の多様化が進みその均衡が崩れたことから起こったと考えている。宗教改革この時期、ドイツ騎士団長やヨーロッパにおけるプロテスタント宗教改革に伴い、宗教改革は1523年及び1526年にポーランドへと入ってきた。少数のガルバン派、ルター派、フス派の集団は、 その出現した当初は、ローマカトリック教会による激しい迫害を受けた。1552年、政務は、教会から異端であるとの宣告を受けた市民の処刑を停止させた。続く130年間、一貫して、ローマカトリックでありながら、信仰に関する議論を抑圧することを拒否し、大勢かつ様々な種類の宗教的、新住拒否者たちを保護していた。 ポーランド・リトアニア、特にリトアニア大公国は、得意なまでに民族的、宗教的多様性に富んだ人々で構成されており、ローマ・カトリック、東方正教、プロテスタント、そして数多くのヒキリスト教系宗教が共存する状況にあったのである。特に16世紀中央以後、ポーランドは、世界で最も多くのユダヤ人が居住する地域となり、 その数は1582年の時点で15万人に上った。ヤギエオ家の統治期、ポーランドリトアニアは、ヨーロッパにおいて、ユダヤ人に対する差別が最も少ない国家であり、ユダヤ人は、商人や貴族領地の管理人として、生計を立て、シュラフタ貴族にもなった。カルバン派のプロテスタンティズム諸派については、その最盛期には、 ポーランド貴族の2割程度が信者となっていた。ポーランドルネサンス1569年のポーランドリトアニア共和国16世紀はおそらくポーランドの文化史において輝かしい時期である。ポーランドリトアニアはヤギエオ王家の宮廷が親しく交流していたイタリア人たちから深い芸術的感化を受けた。後期ルネサンスの様式や趣味がイタリアから輸入された。 こうした影響は、この時期に最盛期を迎えていたクラクフ建築に今も見ることができる。同志は1611年にワルシャワへの遷都が行われるまで、王都としての地位を保っていた。クラクフ大学はコスモポリタンな学術の中心地として、国際的な評価を獲得し、1543年には、同大学の最も著名な卒業生である、ニコラウス・コペルニクスが、 専門学の常識を覆す、地動説を発表した。この時期にはまた、ポーランド文学界の作品は従来、道理西ヨーロッパで流行している様式を模倣した、ものだった。有能なディレッタントのミコアイレは、自国語で作品を執筆した、最初の著名な、ポーランド人作家である。エレガントなスノビズムで知られるヤンコハノフスキは、 ポーランドルネサンス最大の欠物として知られる。いくつかの文学ジャンルをマスターし、ポーランド語とラテン語を等しく使い分けるコハノフスキは、19世紀以前において、最も優れたスラブ語詩人として、広く認められている。東部地域の問題、ルブリン合同1569年、ヤンマテイコがポーランドリトアニア国家の人工構成において、主流派である。 ローマカトリックやポーランド人は圧倒的多数というわけではなかった。この状況はポーランドがリトアニア大公国と同盟した結果、民族的ポーランド人が明らかに少数派となってしまったために生まれていた。当時、主流派であるポーランド人になるということは、民族的、血統的な指標というよりも階級的な指標によって決まる問題だった。 ポーランド人というのは土地を所有する貴族たちに広く与えられていた称号のようなものであり、その繊維は民族的ポーランド人であるか否かを問われなかった。一般的にリトアニアに住んでいる非民族的ポーランド人の貴族たちはポーランドの言語と文化を受け入れていた。その結果として連合王国の東部地域においてもポーランド人あるいは ポーランド化された貴族たちが、ポーランド人でもカトリック教徒でもない、圧倒的大多数の農民たちを支配していた。このねじれた状況は後世になって、リトアニア人、ベラルーシ人、ウクライナ人たちが、民族運動を引き起こす原因となった。16世紀中央になると、ポーランド・リトアニア国家は2つの脅威にさらされつつも、この多様性のある国家の支配体制を維持する、 方法を模索していた。同国を脅かす第一の要因は15世紀後半から勢力を強めていたモスクワロシアのツァーリ政府が西隣のリトアニア大公国と両国の間に存在するスラブ人地域ルテニアをめぐってリトアニアに挑戦してきたことだった。二番目の要因は国王ジグムンと二世イアウグストに男子の相続人がいないことだった。 同君連合国家である、ポーランド・リトアニアにとって、ヤギエオ王家は2国を結びつける、不可欠の中隊であり、ジグムントの死で、その連合関係は解消されることが決まっていた。こうした危機に対応するため、ポーランドとリトアニアの両国は1569年に、ルブリン合同に調印し、ヤギエオ家支配機能の,の緩やかな人的同君連合から、 より強靭な制度的国家連合に移行して、政治的統一体、ポーランド・リトアニア共和国を成立させた。ステファン・バートリ、外国出身の選挙王の一人16世紀後半、ポーランド・リトアニア共和国は、選挙王政に移行し、国王は、世襲貴族によって選挙されることになった。現在の国王が死ねば、国家は、選王とは全く関係のない人物を王に、 迎えることができた。1572年、国王ジグムーンと二世アウグストが後継者を残さずに死んだ。政治システムはこの不足の事態に対して何ら備えができておらず、新しい王を選ぶ方法も決まっていなかった。長い間議論が続いた後、共和国のすべての貴族身分が次の国王を決めることが定められた。貴族たちはワルシャワ近郊に集まり、 自由選挙を開いて投票した。国王選挙は1573年に初めて開かれた。立候補したのは、フランス王シャルル9世の弟、アンリ、ロシアのツァーリー・イヴァン4世、皇帝 A ・マクシュミリアン2世の息子エルンスト大公、そしてスウェーデン王ヨハン3世の4人だった。混乱をきたした選挙に勝利したのはアンリだった。 しかし国王となって4ヶ月後、アンリは兄のフランス王が死んだという知らせを受けた。アンリはポーランド王位を捨ててフランスへ逃亡し、フランス王アンリ3世として即位した。この国王自由選挙はポーランド分割が起きるまで続いた。選挙王となったのは順に、ヘンリク・バレジ、ステファン・バートリ、ジグムント3世、バザ、ブアディスワフ4世バザ、ヤン2世。 カジミエシュバザ、ミハウ・コリブト・ビシニョ・ビエツキ、ヤン・サンセイ・ソビエスキ、アウグスト・二世、スタニスワフ・レシュチニスキ、アウグスト・三世、スタニスワフ・アウグスト・ポニアトフスキである。共和国において見るべき業績を残せた、戦況はわずかであった。ステファン・バートリは大貴族家門を遠ざけることで、弱体化の一途をたどっていた王権の回復に努めた。ジグムント・三世と、 その二人の息子ブアディスワフ四世、ヤン・カジミエシュは、スウェーデンの統治者バーサケの出身だった。彼らは失ったスウェーデン王委奪還のために外政を、盛んに行い最大領土も実現したが、ポーランド・リトアニアの政治的安定を犠牲にした。ヤン三世・ソビエスキは1683年に、オスマン帝国によるウィーン包囲を破って、これを解放したが、 これは二民族の共和国にとって最後の偉大な戦争であった。最後のポーランド王となったスタニスワフ・アウグスト、ポニャトフスキについてはその評価には論争が絶えない。彼は遅きに失したとはいえ共和国に実効性のある建設的な改革を断行した。一方でポニャトフスキは特にロシア帝国に対する自身の精神的な 弱さと決断力のなさから国家を救うための諸改革を破滅に追い込んでしまった。ただしこの時代には明細賞も輩出した。特筆すべきはヤン・ザモイスキとスタニスワフ・ジューキエフスキで彼らは大奉還と共和国大元帥を兼ねた。ヤン・ザモイスキはステファン・バートリオを補佐し選挙汚正による国家の発展モデルを完成し、スタニスワフ・ジューキエフスキは バンサ家の王たちの無謀で、悲劇的な東方政策において、議会を代表して対処した。ボーラにおける、アウグスト二世の国王選出、ジャンピエール・ノル・ブランド・ラ・グールデーヌが、ポーランド・リートアニア共和国は、ルブリン合同によって、当時のヨーロッパで力を持ち始めていた絶対、王政とは、対照的な体制を選択した。黄金の自由がもたらす、 近代民主主義に告示した政治システムは、その受益者を貴族のみに限定していたものの、ヨーロッパの歴史において、前例のない国家体制だった。この体制は、後に発達してゆく、ヨーロッパ立憲君主制の重要な実験例でも、あった。下級貴族、上級貴族、選挙王の三身分の間で絶え間ない権力闘争が、続く一方、市民権の価値は低下し、 政府は運営能力と権威を徐々に失っていった。悪名高い自由拒否権は17世紀中要以後は議会の議事進行を麻痺させるために利用されるようになった。17世紀半ばに起きた破滅的な一連の戦争の結果、ポーランドリトアニアはヨーロッパの政治に影響力を持つ大国の地位を失った。この20年に及ぶ戦乱の結果、 共和国は人口の3分の1を失い、これは第二次世界大戦の犠牲者の人口比を上回る規模だった。特にウクライナコサックの反乱フメリーニツキーの乱は反乱者のコサックたちをも含めて共和国の構成者たちにとって共和国から自治を勝ち取ったとするコサックたちの高揚感の他には何の利益ももたらさなかった。 経済と生産力の衰退は農業と農土性に依存する貴族たちにとってさらなる打撃となり国家の工業化を大幅に遅らせた。18世紀初頭までにかつてヨーロッパで最も広大かつ最も多くの人口を抱える国の一つであった共和国はロシア帝国、プロイセン、オーストリアなど近隣諸国の干渉国になり下がった。近隣諸国は今や 共和国の国内政治を、ほぼ自分たちの思い通りに動かすことができるようになり、ポーランド王位は大北方戦争やポーランド、継承戦争を通じて、諸外国の利権と化した。18世紀半ばには、共和国は、名実ともに、ロシア帝国の保護国とされた。ザモシチ東ヨーロッパにおける、農業生産物貿易は、 1580年代に食料価格の上昇が打ち止めになった時、最初の危機的兆候を迎えた。その後は、アメリカ大陸から輸出されてくる安価な農産物の大量流入が農産物の市場価格に打撃を与えていった。農業生産物の価格の下落はその後も、緩慢に続き、経済不況はまず西ヨーロッパを襲った。この影響を受けて、 東ヨーロッパのフォルバルクと呼ばれる大規模農場に立脚した経済も17世紀後半には経済不振が最高点に達した。さらなる経済不況は西半球からの銀の流入に対応するため1620年頃にヨーロッパで広く行われた陛下切り下げを原因として起きた。当時、ポーランドの穀物の大部分がグダニスクを経由して西に輸出されていた。 共和国の貴族たちは、様々な手段でこの経済危機と戦い、高い生産量を維持し、農奴たちに、さらなる厳しい労働条件を負わせた。貴族たちはさらなる富を集積して、小坂実りたちとの経済格差を、さらに拡大させたが、こうした現象は17世紀中央から、加速していったと言われる。共和国の初期に、金融資本とブルジョアジーの活力は、 最高業と夜勤業の発展を促した。17世紀初頭には数百の鍛冶屋が存在していた。同世紀の半ばには大規模な鉄鋼のための炉が建設されていた。ビエリチュカやボフニャなどの都市では塩の生産拡大が進んでいた。1600年以後は濃度労働力とした漁師経営の工場もいくつか建てられるようになったが、17世紀後半には 放置されて衰退していった。グダニスクは事実上の自治を続けており、共和国の対外貿易の独占状態を頑固に守り続けていた。1570年のカルンコフスキ法令は、海上貿易の独占権をポーランド王に与えるものだったが、グダニスクへの軍事干渉に失敗したステファン・バートリは、同志との調停において王の独占権を否認し、グダニスクに これを認めた。他のポーランド諸都市は17世紀前半までは比較的安定しており経済的にも豊かだった。同世紀中央の戦乱と後輩が都市の中産階級の没落を招いた。17世紀前半に成熟した厳格な社会的弁別を守る法体系は社会内の階級間移動を阻害していた。 しかし身分制御によって、新参者を自分たちの仲間に入れないようにするという、貴族たちの狙いは実現せず、時には、小崎実出身者が財産を拡大することで、貴族身分を獲得することもあった。シュラフタの登録制度は厳格だったものの、多くのシュラフタ家系が既存のシュラフタたちから、うさんくさいとみなされる出自を持つようになった。シュラフタたちは、 サルマティズムと呼ばれる奇妙な高級文化を構築し、これを身につけることで、自らの支配身分としての正当性を主張した。また、ユダヤ人の有力者の中からも、キリスト教に改修することでシュラフタの資格を得た者が、続出し、シュラフタ社会の家系的、文化的な多様化が進んだ。 バラムフ・サンドミエルスキ上共和国の貴族階級の文化的な確一化とポーランド化が民族的マイノリティを巻き込みながら進み、17世紀までに貴族階級の大部分がローマ・カトリックに改修し、また以前からカトリックだった者たちも同州派にとどまった。1570年、ポーランドではヨーロッパに先駆けてプロテスタントとの協調主義を実現させた。 サンドミエシュ協約が成立した。この協約は当時その影響力を高めていた、対抗宗教改革の圧迫に対する共和国の自己防衛という性格を持っていた。協約はプロテスタントの地位を高め、1573年のワルシャワ連盟における宗教的自由の実現を可能にした。共和国における宗教改革の絶頂期は16世紀で、 およそ1000にも上るプロテスタントのセクトが存在し、その半分近くがカルバン主義を報じていた。半世紀後、プロテスタント信徒は最盛期の50%しか残っておらず、都市民が主に信仰したルター主義の信徒が激減しており、シュラフタが受け入れたカルバン主義と反三味一体主義がプロテスタント内で主流となっていた。 共和国において宗教戦争が起きず国家が国境であるローマカトリック教会と協同して少数派の宗派を根絶ないし抑圧する動きがなかったのは当時のヨーロッパの基準からすればかなり不可解な現象だったこの原因として小坂みのりなどの住民の大部分がプロテスタントへの改修に消極的であり国王が親カトリック的立場をとり一旦は 宗教的解放が実現した貴族階級もプロテスタント運動への参加の度合いが低くプロテスタント運動に内部分裂が存在していてカトリック教会のプロパガンダが熱心に展開されていたことなどが挙げられるプロテスタント運動がカトリックの巻き返し時期にはすでに自然な形で衰えを見せていたのであるまた大学などのアカデミズムが カトリック教徒の人々によって運営されており、ポーランドではルネサンス時代前後から自由主義の寄風を持つ先進的知識人の多くがカトリック教徒のうちから次々と排出されていたことも原因であり、16世紀半ばまではカトリック最右翼のイエズス会の勢力がまだポーランドに根を下ろしていなかった。プロテスタントとカトリックの両陣営の間のイデオロギー闘争は、 当初は、共和国の知的生活をより豊かにするものだった。カトリック教会は、トリエント公会議で、方向性を決め、1577年には、公会議の方針を、ポーランドの全教会に公的に受け入れさせたが、1589年、以後は17世紀を通じて方針が、実施継続が差し止められていた。 ポーランドのカトリック教会の上層では意見の多様性を認める自由主義が主流であった。初期の対抗宗教改革は下級聖職者たちの間で始まり、1551年からはバルミアの司教スタニスワフ補助主によって採用された。補助主の運動は当時の教会内では全くの孤立無縁であったが、彼は熱心な改革者だった。 17世紀に入ると、ローマで教育を受けた多くの司教たちが共和国の各教区に配属されて、対抗改革を実行するようになり、対抗宗教改革の運動は、急速に強化されていった。ヤンザ・ザモイスキ補助手は、ポーランドにイエズス会を呼び寄せ、1564年には、ブラニエボに同会に運営させるためのコレギウムを、設立した。続いて、 多くのイエズス会の教育機関と拠点が、主にプロテスタント運動の中心地となっていた地域の周辺に設置された。イエズス会の聖職者たちは、厳格に選別され、十分に教育され、そして、貴族階級か市民層の出身だった。同会は、国王の宮廷に強い影響力を持つ一方で、全社会集団に熱心な働きかけを行った。 イエズス会の教育プログラムと対抗宗教改革のプロパガンダは印刷物、版画などの新しいメディアを利用する戦略を採用し、特定の聴衆にはしばしば監修通りの形式で語りかける一方で、人文主義教育では革新的な手法を採用した。説教師のピョトルスカルガと聖書のポーランド語訳を手がけたヤクップビュイエクは、 この時代のイエズス会士たちの中で最も有名な人物たちである。カトリック教会はプロテスタントに対抗して人々を引き寄せるために自らをポーランド化された国民教会とする理念を生み出し様々な民族的要素を取り入れた共和国におけるカトリック教会の国民化は人々にとってカトリック教会をより受け入れやすく魅力的にした。 教会の上層部もこの理念に共産していた。17世紀の間に続いた変化は、続く世紀における、ポーランドカトリシズムの性格を決定づけた。しかし、対抗宗教改革も17世紀に入ると、前世紀を過ぎた。この時期は、ジグムンと三世の地世初期にあたり、国王は、イエズス会といくつかの教会派閥と組んで、王権教化改革を試みていた。 国王は高級感触に預かれるものをカトリックのみに制限しようとし、反プロテスタント暴動が数都市で発生した。1606年にゼブジドフスキの反乱が起きると、プロテスタントたちは退去して、反国王派の味方についた。しかし、シュラフタたちのカトリックへの大量回収の流れが止まることはなかった。共和国の東部に住んでいた。 東方正教会のキリスト教徒たちとの同盟を結ぼうとしたプロテスタントの運動が失敗に終わると、プロテスタント勢力は没落していった。ポーランドのカトリック指導層は、東方教会との合同の機会を見逃さなかったが、その最終的な目標は、東方天礼教会をローマ教皇に服従させること、そして共和国をカトリック権力の中心にすることだった。当時、 東方天霊協会の司教たちの最高権威であるコンスタンティノープル総主教座がオスマン帝国との深刻な紛争を引き起こしておりまた1598年にモスクワ総主教座が創設されてその権威を主張し始めたため正教会の指導僧たちは危うい立場にあった合同構想はジグムント三世や共和国東部の貴族たちに支持されたしかし 東方正教会では、教会と俗人の指導層との間で合同に関する意見が分裂していた。1635年、ポリアノフカ条約締結後のポーランドリートアニア共和国1595年から1596年にかけて、ブレスト合同に関する条約の交渉がなされ、正式に結論と合意が成立した。ローマカトリックと、 東方正教会の合同は実現しなかったが、東方天霊カトリック教会の一つであるユニエート教会が成立した。ビザンティン天霊を採用する新教会は教皇の主意見を認めるものの、東方天霊を多くの面で残したという特徴があった。この妥協による合同は当初から問題を抱えており、ギリシアカトリックの司教たちはローマカトリックの司教たちのように、 セナトに席を占めることを許されず、また、東方天礼に加わっている者は、ローマカトリック教徒と同格とは扱われなかったため、合同に参加した人々は、失望を味わうことになった。共和国のベラルーシ人とウクライナ人の社会では、いまだに、東方正教会が最も重要な宗教的権威であったため、ブレスト合同によって、彼らの共同体内には、対立が生じた。 すでに明確化していた民族的、階級的な亀裂に、宗教という、新たな内部構想の火種が加わったことは、共和国を平和からさらに遠ざけた。非合同派の落園を押されて、法的な地位と身分を剥奪された、東方正教徒の貴族たちは、コンスタンティ・バシーリオストログスキを指導者として、 権利回復のための運動を開始した。結果として、1607年、1609年及び1635年の政務が交付した法令によって、正教会信仰は再び認められ、二つの東方形教会の一方として、ユニエート教会と平等な地位を与えられた。正教会の職階級及び、教会行政構造の復活は極めて困難だった。 聖教会復興は、ブアディスワフ4世の統治期に当たっていたが、彼の知性に、聖教と貴族たちの多くが、カトリックに改修したため、聖教会の指導権は、新都会によって組織された、都市ミーニア、東部で力を持ち始めていたコサック戦思想の手に、渡った。キエフの不主教ペトローモヒラが、精力的に、聖教会の再建と改革に努めた。 初期バロック様式の聖ペテロパウロ教会、クラクフポーランド文化では1580年代からバロック様式が支配的になり、ルネサンスの業績に続く形で現れ、18世紀半ばまでルネサンス様式と共存した。初期バロックの芸術家や知識人たちは、ルネサンスとバロックという二つに引き裂かれた互いに喫光する世界観を抱いた。 しかしすぐに対抗宗教改革で中世的伝統を喚起して世界観を確一的で高速的なものに変え教育やその他の文化に検閲を設け様々な方法で人々を改心させていった17世紀中央までに文化面の諸原則は別の形に作り変えられオリエンタルなサルマティズムと宗教的熱狂が文化の基調を成した ルネサンス期の相対的傾向とは、対照的に、都市民と貴族との文化領域は乖離していた。ルネサンス期の著作家、スタニスワフ・オジェホフスキが、バロック期のシュラフタたちの政治思想の基盤を提供していた。当時、40ものイエズス会のコレギウム共和国の各地域に散在していた。これらの学校で教育を受けたのはシュラフタ、そして、 より身分の低い都市民の指定だった。王官僚大法官、ヤン・ザモイスキは、1594年自らの資料をとし、ザモシチにアカデミーを設立した。このアカデミーは、ザモイスキの死後、ギムナジウムとして機能した。バーサケ出身の最初の選挙を二人は、芸術図書科学のパトロンとなったことで知られる。しかし、共和国における科学は、 戦乱期の都市民の没落とともに衰退していった。初期バロック時代、詩人、セバスティアン・グラボビエツキは、刑事情学的で、神秘主義的な宗教史を表し、キエティスムの瞑想的な態度を代表した。別のシュラフタ詩人、サムエル・トバルドフスキは、軍事的、歴史的出来事を題材とし、ジョジ詩ジャンルで活動した。 都市の詩人たちは17世紀半ばには極めて活気を示していた。平民詩人たちはルネサンス的な要素を残しつつ既存の社会秩序を批判した。クヤヌイのヤンの詩作は社会的求心主義とも取れる毒を含むものである。モラリストのセバスティアン・クロノビチはビスワ川でラフトを漕ぐという設定のフリスという象徴詞を執筆した。 シモン・シモノビッチは、伝言心において、一切の美化を拒んで濃度の厳しい生活を描いた。イエズ・スカイ氏、マチェイ・サルビエフスキのラテン語詞。スタニスワフ・テンチンスキ、マグナートの指定この時代の著名な散文は、説教詞で有弁家でもあった、ピョトル・スカルガによって記された。政務での説教の中で、スカルガは、貴族と国家を厳しく批判し、 強力な王権を持った政治システムの樹立を訴えた。回想録の執筆も17世紀に最も盛んになった。ミコアイクシシュトフラジビューの聖地遍歴と軍事指導者の一人であるスタニスワーフ・ジューキエフスキのモスクワ戦争の天末について、バロック芸術の域の一つと言えるのが演劇である。宗教的動機あるいは倫理的強化目的、そして一般的には、 民間伝承の具現化のために様々な種類の演劇が創作され上演された。学校演劇もプロテスタント系やカトリック系の中等学校で盛んに上演されていた。オーケストラ付きの常設宮廷劇場は1637年にブアディスワフ4世によってワルシャワ王宮に建設された。主にイタリア人で構成された宮廷の劇団一座は 主にオペラやバレエ演劇を披露した。音楽は、生俗領海において、バロック期に発展していった。17世紀以後、高機能の教会パイプオルガンが、教会に設置された。その恒例は、レジャイスクの教会で見ることができる。ジグムント3世は、各国から集まった6人の音楽家による、合奏団を支援していた。このオーケストラと共に、 音楽活動をしていたのは、アダムやジェンプスキと、その同時大臣で、ジグムント3世とブアディスワフ4世の、宮廷主席指揮者であったマルチン・ミエルチェフスキである。国王秘書官のヤン・アレクサンデル・ゴルチンは、1647年に、初心者向けの大衆音楽の教本を出版した。ブロツワフ出身のマルチン・コベルは、ステファン・バートリとジグムント3世に仕え、 たくさんの宮廷人の肖像画を制作した。16世紀以後、ポーランドは何、世紀にもわたり、タタールと戦争をしていく。南東部の国境地帯は18世紀になるまで常に、反戦争状態にあった。この時期、南東部に住む300万人以上が、クリミア半国によって拉致され、奴隷として使役されたとする研究者もいる。 東南部に住むウクライナコサックの放棄は、1593年、1626年、1637年から1638年、1648年から1654年と、何度か続いていた。最後に起きたフメリニツキーの乱は6年もの、間続いた。この時、ウクライナヘトマンの要請を受けて、モスクワロシアがウクライナを保護下に置いた。 これに関する合意は1654年1月のペレヤスラフ条約によって成立した。この事件は新たなロシアポーランド戦争を引き起こし、1654年から1667年まで戦争は継続した。戦争の講和はスモレンスク近郊のアンドルソボ村でなされ、ウクライナ東部がロシア主権下に帰属し、同地域はコサックたちの自治国家とされた。 14世紀よりリトアニアに住み、イスラームを信仰する、リプカタタールたちは、共和国における、貴族軍の一翼を担っていた。1672年、このタタール市民たちは、共和国に対する反乱を起こした。この事件は、リプカの反乱として記憶されているが、給与の支配が原因だった。ヤン三世、ソビエスキ王は、リプカタタールとの誠実な和解に努めた。 1791年、ワルシャワ王宮において、4年議会が5月3日憲法を採択した場面ロシア帝国による保護国家に反対したバール連盟戦争は、ポーランドの独立を守るための最初の法規であり、戦争だった。しかし、この法規はロシアだけではなく、国内の制度改革を志すスタニスワフ・アウグスト。 ポニャトフスキと、その支持者をも倒すべき敵とみなしていた。バール連盟は鎮圧され、罰として第一次ポーランド分割が実行に移され、ロシア、プロイセン、オーストリアが共和国の広い地域を獲得した。18世紀後半にはポーランドにも、啓蒙主義の時代が訪れ、改革と国家再生のための運動が、ヨーロッパ最初の成分憲法である5月3日憲法の、 採択を含む多くの実りある成果を生み出した。改革は、共和国を立憲君主制に移行させたが、近隣諸国はこれを危険なものとみなし、また共和国の最強国化を望まなかった。1792年、共和国が改革をすべて実行に移して、成果を出す前に、主球派の貴族たちによる反改革連盟へ。 タルゴビツ連盟の呼びかけに応じたロシア軍による侵攻が始まった。当初この防衛戦争はポーランド軍の前線もあって優位に進んでいたが国王スタニスワフ・アウグストはロシアの圧力に屈してタルゴビツ連盟に参加した。ロシア帝国はポーランド人の抵抗に第二次ポーランド分割をもって報いた。1792年の敗北と第二次領土分割は 新たな独立の試みを生み出し、1794年3月にコシチュシコ法規が起きた。しかしこの法規も鎮圧され、3つの分割列強による3度目の領土分割の結果、共和国は消滅した。1772年、1793年及び1795年のポーランド分割18世紀に入ると、 国王選挙に対する外国の干渉が深刻になり、大北方戦争やポーランド継承戦争をはじめと、する戦争や内戦が繰り返されるようになった。ポーランドに隣接するロシア帝国、プロイセン王国、オーストリアの三強国は、ポーランドの衰退を見て1772年、1793年、1795年の3度に、渡って、 ポーランド分割を行った。ロシアがキ旧リトアニア大公国とウクライナ、オーストリアがガリツィアを獲得し、西部はプロイセンが併合した。三度目の分割で、ポーランド王国の領土は完全に三国に併合し尽くされ、ポーランド王国は消滅する。最後の分割を前に1794年、タデウシュ・コシチュシコ率いる法規軍が決起したのをはじめ、 ポーランドではたびたび独立の回復を求める民族放棄が起こったが、いずれも失敗に終わった。ナポレオン戦争中の1807年には、ナポレオンによってワルシャワ公国が建国された。貴族共和制の復活を望む一部のポーランド人は、公国を支持したが、実態はフランス帝国の衛星国に過ぎなかった。1815年、 ウィーン議定書に基づき、ワルシャワ公国は解体され、その4分の3を、ロシア皇帝の領土とした上で、ロシア皇帝が国王を兼務する、ポーランド立憲王国を成立させた。南部の都市クラクフとその周辺は、クラクフ共和国として、一定の自治が容認された。西部は、ポズナン大公国として、プロイセンの支配下に置かれた。ポーランドの民族主義者たちは、 名ばかりの王国を真に独立させることを目指して、運動と放棄を繰り返すが、ロシア軍によって鎮圧された。ポーランドの独立を恐れたロシアは王国における、ポーランド語の使用を制限して、ロシア化政策を推し進めたが、それでも次第に独立を求める、ポーランド人民族意識は高まっていった。現在のポーランドの国家である、 ドンブロフスキのマズルカが作曲されたのはこの頃である。ユゼフ・ピウス付きポーランド共和国初代元首。ロシアの統治下で、ポーランド社会党を組織し、武力闘争を挑んだ。第一次世界大戦時には、施設軍隊を率いて、旧国の英雄となった。第一次世界大戦中の1917年に、ロシア革命が起こると、事態は一変した。 ロシア革命政府は、ドイツ帝国とブレストリトフスク条約を結んで、ポーランド、リトアニアなど西部領土の領有権を放棄し、さらに1918年に、ドイツでも革命が起こり、連合国に降伏して、ドイツ帝国は崩壊した。これにより、権力の空白が生じたポーランドは、アメリカ大統領ウィルソンの提唱した14過条の平和原則に基づき、 独立を回復することになった。また、A、仏良国も慎重ながら、原則的に、ポーランドの独立支持に踏み切った。1918年11月、対戦中にドイツと対立して収監されていたユゼフ・ピウスツキが釈放され、彼を国家元首とするポーランド共和国の独立が宣言された。1919年のベルサイユ条約では敗北した。 旧ドイツ帝国からポズナに西プロイセンを獲得、また東プロイセンがドイツ領に残された代わりに海への出口としてポーランド回廊を活用されたが外交のグダニスクは国際連盟管理地域として自由都市団地費となり港湾に使用権を認められた。国境が確定していなかったポーランド東部ではピウスツキは実力行使に訴えた。 まずは、東ガリツィアの西ウクライナ人民共和国を倒し、リトアニア、ベラルーシにも、軍を進めた。さらに、ヤギエオ理念の構想の下で、ポーランドソビエト戦争を引き起こし、当初は、ウクライナのキエフまで至った。その後、ソビエトロシア政権のトゥハチェフスキー率いる赤軍が、反撃に出て、ポーランド領のワルシャワ近郊まで逆に攻め込まれたが、これに対して、 社会主義革命の拡大を恐れて、大祖干渉戦争を行っていた欧米、とりわけ、フランスがポーランドへ援助を行い、ポーランド軍は赤軍を押し返すことに成功。翌年に、リガ条約で停戦した。この結果、現在のウクライナ及び、ベラルーシの西部を獲得した。ポーランド西部国境では、民主放棄などによって一部のベルサイユ条約などに、 基づく決定を変更させた。ポズナン地方における、ビエルコポルスキ法規やウエシロンスク地方での法規などが、その例であり、1923年に連合国は、実効支配下の地域を、ポーランド領と認めた。1921年に定められた憲法は、フランス第三共和国憲法を模範とした、立法府が行政府より強いものであった。この憲法下では、 政党政治が重視され、国家元首の権力が制限されるため、ピウスツキは1922年に国家元首職を引退した。ポーランド国境の水力職の線は、第一次世界大戦後に定められた、ポーランドロシア国境。ソビエトポーランド戦争の結果、リガ条約により空色で示した領域をソビエトから、獲得、青色の線で示した国境が確定した。 オレンジ色の線は独ソ不可侵条約の秘密議定書で定められたポーランドを分割するライン。赤が第二次世界大戦後のポーランド国境。ポーランドは空色で示した領域をソ連に譲り、黄色で示したドイツ領を得た戦艦期当初のポーランド外交は親、フランス、反ドイツ政策を取った。しかしドイツとソビエト政権は ラパロ条約を結び、フランスは左派政権成立後にドイツと接近した。ロカルノ条約では、ドイツ・ポーランド国境についての保障がなく、情勢はポーランドに不利であった。国境問題などから、対独関係は改善されず、逆に、関税戦争が勃発して、ポーランド経済を混乱させた。こうした状況下で、 ピウスツキは1926年にクーデターを起こして政権を奪取したが首相職はバルテルに任せ大統領選挙に勝利したものの就任せずにその職をモシチツキに委ねた憲法改正を行って立法府の権力を抑え行政府の権限を強化したこの間ピウスツキは国防省として軍政改革に努めたこの時期は ヨーロッパ経済の回復期であり、ポーランド経済も発展へ向かった。1928年、親ピウス付き派は、サナツヤと称する勢力を形成したが、明確な政策を掲げることはなかった。世界強行後の1930年、ピウス付きは自ら内閣を組織した上で、国会を解散させて、選挙を行った。この選挙では、反ピウス付き勢力が、 政府から弾圧を受けたこともあり、ピウス付き派の対象に終わった。しかし、再びピウス付きは、首相職から離れ、大佐たちに交代で首相を務めさせた。歴代首相は、ピウス付きの意向を図りつつ、政治を行った。ピウス付き政権は、大衆の支持と軍部を、権力の基盤とする、権威主義体制であり、側近の軍人を徴用する、側近政治を行った。 しかしながら、諸政党と議会の弾圧は見られたものの、野党や反政府団体の活動自体は認められていた。急進的な反ユダヤ主義にも反対の姿勢を取り続けた。外交政策については、従来までの反独、反訴、進仏政策を徐々に転じることになった。ソ連ポーランド不可侵条約を結び、ヒトラー政権ともドイツポーランド不可侵条約を結んだ。 この外交政策は、東欧諸国との連携を通じドイツの牽制を図った、フランス外交をくじけさせることになった。ピウス付きが1935年に死亡すると、ピウス付き体制の下で徴用された大佐グループは、徐々に権力から追われたが、ピウス付きの側近ベックは引き続き外交を担い続けた。1939年9月1日、 ベステルプラッテを爆撃するドイツ戦艦、シュレスビヒホルシュタイン1935年にピウスツキが没した頃には、西のドイツではアドルフ・ヒトラー率いるナチスが政権を握っており、その軍備増強がポーランドの脅威となっていた。1939年3月15日にナチスドイツがチェコスロバキアを解体併合すると、ポーランドはイギリス、 フランスと同盟を結んでこれを牽制した。1939年8月、独ソ間で独ソ不可侵条約が結ばれ、独ソ両国によるポーランド侵攻は秘密議定書による黙認の元行われた。これ以前にドイツはポーランドと事前交渉を行うが、ヒトラーの要望に関しポーランド側は拒否、交渉は亀裂する。イギリスとフランスは直ちに、 ドイツに戦線布告し、第二次世界大戦が勃発した。ポーランド戦では、最新兵器を装備した近代的な機構部隊を中心とするドイツ軍に対し、偵察部隊などに騎兵を依然として、多く残し機会可能を遅れていたポーランド軍は、不利な戦いを強いられ、友好関係にあった、英仏両国も、ドイツとの全面戦争を恐れて、本格的な戦闘行為には、 踏み切れず傍観することに終始した。9月17日にはドイツとポーランド分割の密約を結んでいたソビエト連邦が東部地域に侵攻して1ヶ月足らずで、ポーランドのほとんど全土が分割占領された。脱出したポーランド人はパリに亡命政府を立て、パリ陥落後はロンドンを根拠地にした。ワルシャワ放棄に参加した。 国内軍兵士ソ連の占領下では100万人以上がシベリアや中央アジアに強制移住させられた。NKVD はポーランドの軍人、将校、官僚など2万1000人を超える捕虜を射殺した。ソ連はドイツの隠蔽と公表、亡命政府はこの発表の受け入れを拒否。これを契機にスターリンは亡命政府と外交を断絶した。 恐怖政治が敷かれる一方で、ソ連に協力的なポーランド人は積極的に軍に採用され、ポーランド人部隊が編成された。ドイツの占領下でポーランドはソ連を上回る厳しい占領行政のもとに置かれ、反ドイツ的なポーランド人たちに弾圧が加えられた。1941年にはドイツ軍がソ連支配権に侵攻して独ソ戦が始まり、 初戦のドイツの勝利により、ポーランドの全土が、ドイツの支配下に置かれた。ポーランド国内では、英仏を後ろ盾とする亡命政府系の、反ドイツ運動とは別に、ソ連を後ろ盾とする、共産主義系パル地ンの人民軍が放棄して、ドイツ軍に抵抗し、対戦中のポーランド人の犠牲者は、数百万人を数えた。また、中世のポーランド王国の下で、 ヨーロッパやロシアから数多くのユダヤ人が流入しており、ポーランドはヨーロッパでも最大規模のユダヤ人を抱える国であったが、彼らはアウシュビッツなどの強制収容所に収監され、1944年までにユダヤ人人口300万人の約9割が殺害された。独ソ戦でソ連が反撃に転ずるとドイツ占領地域は ソ連軍によっってて解放されていった1944年8月に、ソ連軍の呼びかけにより、レジスタンスポーランド国内軍やワルシャワ市民が、放棄するワルシャワ放棄が起こったが、亡命政府系の武装放棄であったために、ソ連軍が救援せず、約20万人が死亡して、放棄は失敗に終わった。1945年にポーランドは、ソ連の占領下に置かれた。 ポツダム会談の決定によって新たに、ポーランド共和国に定められた領土は、東部のウクライナベラルーシ西部をソ連に割用し、代わりに、オドラガワイ勢のドイツ領であるシロンスクなどを与えられるというものであった。失った、東部領は新たに得た、西部領の2倍に及び、東を追われた、ポーランド人が、旧ドイツ領から追放された、ドイツ人の代わりに西部に住み着く人口の大移動が、 起こった。1944年から1947年、反ユダヤ運動。1945年7月、ポーランドは、チェコスロバキアのオラバと、スピスを占拠。1918年から続く、ポーランド、チェコスロバキア国境紛争の一連。赤軍が1945年1月にこの、国境エリアを解放、後に、 ポーランド軍が侵略した。数十万人の群衆の前で演説をする、人気絶頂時代のブアディスワフ・ゴムーカ。第二次大戦終結後の1945年、ロンドン亡命政府と共産主義系のレブリン委員会が合同し、国民統一臨時政府が成立した。ソ連は、ポーランドの国内をび、外交政策に対し多大なる影響を持ち、自国の軍隊、 赤軍をポーランドに駐在させた。ルブリン政権発足当初は、ボレスワフ・ビエルトが国家法議会議長に就任し、労働者党書記長をブワディスワフ・ゴムーカが務めた。傀儡政権として支配された。次第に、共産主義系の勢力が政府の実権を握るようになり、亡命政府系の政治家は、亡命や逮捕、多くは処刑された。 1948年、ソ連の講演で、共産主義のポーランド労働者党と非共産主義のポーランド社会党左派が合同し、マルクスレーニン主義の共産主義である、ポーランド統一労働者党を作り、事実上の一党独裁政体へ移行した。ソ連の衛生国都市、農業の集団化など、ソ連型の経済政策を次々に導入した。1952年には、 共産主義憲法を制定して、国名をポーランド人民共和国に改めた。このようにして、マルクス・レーニン主義の共産主義国家が成立した。1956年に、ソ連で、フルシチョフによる、スターリン批判が行われると、ポーランドでも国民が動揺し、ポズナニで労働者の暴動が起こったが、これをきっかけに、ブワディスワフ・ゴムーカが共産党、 第一書記に就任し、彼の下で自由化が進められた。政権発足当初のゴムーカは、戦前のピウス月に匹敵するほどの高い人気を集めた。しかしゴムーカは徐々に保守化し、1968年には、チェコ受験において、ソ連と行動を共にしたことから自由を求める、国民の信頼を失った。1970年、 賃金問題から発生したグダニスク暴動の責任を問われたゴムーカは失脚し、代わってエドバルト・ギエレクが就任した。ギエレクは工場整備と食料輸入を行うことで経済回復計画とし、西側諸国の主にアメリカと西ドイツから莫大な借金をした。一時期、経済成長したが、無計画な経済政策は急激で膨大な。 食品価格のインフレを招き、これにより、暴力的なプロテストが、各地に広まり多数の死者が続出、軍が出動し暴動を鎮圧し終了した。莫大な債務を作り出し、その余波は今日にまでに及ぶ。この経済成長は、1973年のエネルギー危機により終了した。戒厳令を布告したボイチェフ・ヤルゼルスキー1980年、政府による、 食肉価格の値上げを発端として、全国的な労働者のストライキが起こり、これをきっかけに、東側共産主義国で、初めての自主管理労働組合である、連帯が結成された。連帯は、電気技師、レフ・バウェンサを、指導者として瞬く間に勢力を拡大した。ポーランド統一労働者党は調落し、党員300万人の、約3分の1が離党した。 ソ連はスースロフ委員会を設置してポーランド情勢を分析し軍事介入の可能性をちらつかせることでポーランドの反体制派を含め西側諸国を牽制する戦略を取った。1981年4月にブレストで行われたソ連との秘密会談でポーランドの代表は戒厳令の実施を約束させられ12月にボイチェフ・ヤルゼルスキが首相と 党第一書記を兼任して戒厳令を引いた。ヤルゼルスキは戒厳令の失敗時にソ連の軍事支援を期待していたが国際世論を気にしていたソ連は実際に介入する意思を持たなかった。1981年から1983年ポーランドの戒厳令の期間に政府は 反政府を潰すために改憲を導入、市民の通常の生活は劇的に制限され、数千人のジャーナリストや反対勢力活動家は投獄、他100人ほど抹殺された。夜間外出禁止令、国境封鎖、空港閉鎖、電話回線の遮断、政府による郵便物内容検査などが執行。軍裁判所は偽造情報発信者たちを逮捕した。 会減令後も市民の自由権はひどく制限された。軍事政権により価格は引き上げられ、深刻な経済危機となる。経済危機は、主な食料、日用品、生活必需品、物資の配給制となり、平均所得は40%下落した。西洋の娯楽品の入手は非常に厳しかったが、それも一層困難化した。 1984年10月、政府批判を行っていた、ポピューシコ神父が内務省職員により暗殺される、事件が起きた。ポーランドの全教会が追悼ミサを行い、葬儀には十数万人が参列した。ヤルゼルスキ政権は事件を非難し犯人を逮捕したが、政権が受けた打撃は大きかった。ただし現在のポーランドの人々の間では、 不穏な国内外情勢に対応していた1981年当時のポーランド政府に関する再評価の流れが定着しており2010年に行われた調査では41%もの国民があの戒厳令を支持していることが判明している。ヤルゼルスキ政権は体制を維持したまま経済改革を進めて事態を収拾しようとしたが成果は上がらなかった。 1980年代後半にソ連でゴルバチョフ政権が誕生し、ペレストロイカに入ったことは政権側の改革への動きを後押しし、ヤルゼルスキーは改革の推進のため反体制側との協力を決意し、ポーランドの民主化運動が始まった。1989年2月6日より与党側と野党側との対話が円卓会議を通じて行われ、 4月5日に合意文書が調印された。これにより、連帯は合法化され、共産党政権下での市民的自由が認められた。また、この合意を踏まえて、大統領制の復活や上院議会の創設などを規定した憲法改正案が間もなく可決された。1989年6月18日には、部分的自由選挙が行われた。 統一労働者党に有利な選挙規定だったにもかかわらず、統一労働者党は惨敗、連帯が勝利を収めた。大統領にはヤルゼルスキが就任したものの、首相を共産党の禁尺に定めると与党内で対立が生じ、統一農民党と民主党が連帯のタデウシュ・マゾビエツキを首相に押した。こうして、1989年9月7日には、 非共産主義系の首相による連立政権であるマゾビエツキ内閣が発足する。ただし、大統領は引き続きアルゼルスキだったことや、閣僚には旧共産系の人材も含まれたことから、旧共産系勢力と完全な対立姿勢を取ったわけではなかった。1989年12月29日、憲法が改正されて、 共産主義国家における指導的役割が否定された。市民的所由が規定され、国名はポーランド人民共和国からポーランド共和国へと変更された。1989年9月7日、非共産主義政府のポーランド共和国が成立した。マゾビエツキ政権は民主化を進める一方で、同年末にはインフレが900%に及んだ。増殖に、 大学教授のバルツェロビッチを起用し、バルツェロビッチ計画を通じて、急速に計画経済から、市場経済への移行を図った。いわゆるショック療法に近い、この政策は、生産の減少や失業者の激増などの問題を生み、他国の政府や銀行からの借金が423億ドルまで増加、国際通貨基金から10億ドル借り入れ、諸外国から、 経済支援を長期的に受けている。1995年までには共産党時代の生産水準を回復させた。しかし、連帯内での路線対立が徐々に顕在化し始め、バウエンサはヤルゼルスキ大統領とマゾビエツキ首相の方針を批判し始めるに至った。1990年に行われた大統領選挙ではバウエンサが当選したが、 連帯は分裂し、1991年の下院選挙では、小党が乱立して、短命な中道、右派の連立政権が続いた。1993年、内閣の不信任に伴って行われた、総選挙では、旧共産党系の民主左翼同盟が勝利し、1995年の大統領選挙では、民主左翼同盟のアレクサンデル・クファシニエフスキが、 バウエンサを破って当選した。その間、1993年に、法学者のハンナス・ホツカが、同国初の女性首相を務めている。行政マネージメントの欠如、生産構造の悪さ、物資の欠乏は労働者のモラルを低下させ、働き盛り年代である64万人が1981年から1989年の間に難民となり、他国へ移民した。 共産主義政権からの膨大な借金と経済危機がますます深刻化、政治を不安定化させた。西側諸国の機関はすでに破産している。ポーランド政府には貸し付けを延長しなかった、ヤルゼルスキの下、借金は1980年までの230億ドルが400億ドルになった。ポーランド政府は西側諸国や日本などの先進国に食料や経済、 技術支援を強く要請し国民の飢餓を逃れた。首相のドナルド・トゥスクとワルシャワ市長のハンナ、グロンキエビチバルツ1997年選挙では、連帯を中心とする連帯選挙行動が勝利し、非共産党系連立政権が成立したが、改革に伴う腐敗から人気を失い、2001年の総選挙では、左翼民主連合、 労働同盟連合が勝利して、再び左派政権が誕生した。2005年の総選挙、大統領選挙では、左翼寺見栄が敗れて、再び政権交代が起こり、国会では、旧、連帯系の流れを組む右派のホト、法戸正義の少数単独内閣が誕生、大統領職にも、同党のレフカチンスキが当選を果たした。このように、政権交代が、 相次ぐ一方で経済の発展と政治的な中央ヨーロッパへの復帰は順調に進んでおり、1999年には北大西洋条約機構に2004年には欧州連合に加盟した。2007年に行われた総選挙では、法と正義と同様旧連帯の流れを組むが政治理念の面でより穏健な、いわゆる中道右派の 市民プラットフォームが勝利を収め、農村を代表する穏健な中道右派小政党、ポーランド国民党と連立を組むことで、市民プラットフォーム党首のドナルド・トゥスクが政権の座に就いた。世界金融危機が直後に起こったが巧みな経済運営によって、欧州連合加盟国で唯一、ポーランドだけが景気交代を回避し、さらには、その穏健な自由主義、 保守主義、国際協調村長の政治が欧州連合の発展に積極的な貢献を果たしていることで、ドナルド・トゥスクの連立内閣と市民プラットフォーム等は国民と国際社会の信頼を得、政局は非常に安定している。2010年4月。 カティンの森事件の追悼行事に参加するため、レフカチンスキ大統領ら閣僚一行を乗せた政府専用機が墜落する事故が発生した。この事故により、大統領夫妻をはじめ、乗客は全員死亡した。事故により、秋に予定されていた大統領選挙が繰り上げられ、6月代行のブロニスワフ・コモロフスキが正式に大統領に就任した。 会員の人気満了に伴い2011年10月に行われた総選挙では与党の市民プラットフォームが勝利、ポーランド国民党との連立政権を維持し、引き続き第2次ドナルド・トゥスク内閣が発足した。国民からの信任を受けたトゥスク首相は長期政権を担うこととなり、1989年の民主化以来初めて、 二期目の任期を務める首相となった。ありがとうございます。